話してください。何か力になれるかもしれない。お疲れ様。昨日はごめんね。健太郎、私のことを思っていろいろ調べてくれてたよね。高校の時お互い別の人と付き合ってたよな。短い間だったけど。うん。なんか急に思い出したよ、あの頃のこと。辰巳先生、ここにいらっしゃるって聞いたので。先生に関わることは何もかもがとても不思議です。はい。え、母が？すぐ行きます。夏希さん、すいませんでした。急にお電話してしまって。いえ。先生、お母さん。夏希、なんで来たの？大丈夫なの？先生。あ、もう大丈夫だから、野球でも行ってて。あ、いいんですか。じゃあこれ。はい、